きなり番外編ありますね。そうこの土ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、今みたいにこう素振りだけで練習すればあるじゃないですか。こうバンカーの中で砂を飛ばす練習ね。その時にこう今打って砂の量がすごい少なくて、白い砂が飛んでるの分かるかな、はい、なんか分かりますか。こう白い砂が上の砂が飛んでるんですけど、煙みたいにね、煙みたいにね、そうそうそう、ふわふわって、しかもちょっと飛ぶ方向が右というかピンの方向にこう軽めの砂がほら飛んでいくんですね。ちょっと動画ですごい伝わりにくいかもしれないけど、でもこれ良くない人とかはほらこう重い砂、わかりますか、こう土みたいなのが飛んでいくし、はい、ちょっと左側の方面に、ね、こうこれ重い砂が飛んでいくんですよ。これちょっと結構わかりやすいかも。ほらなんか飛ぶ方向とあれが違う。バランスがちゃんと使えてくると軽い砂がちょっと右目ピンの方向に飛ぶんですけど、そうじゃないと刺さると重い砂がまっすぐかちょっと左目に飛ぶっていう。あ、今のいいですね。頑張らなくてもいいです。はい。頑張らなくても出る。そう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 。うん、悪い。お、いい音。サウンドですね。あ、それいいな。頑張らない、はい、軽く砂を飛ばすぐらい。その技は覚えましたね。今のとこすごい深い。そうですよね。刺さっちゃう。これが気になります。気になりますね。なっちゃいますね。素振りの時はね。うん。大丈夫。悪くないんですけど、やっぱいざ打とうとするとこうモールをこうパスを上げようって思っちゃうんですね。多分手でね。意識が。そう。オッケーオッケー。これね、リリースが癖ですね。でもやっぱりいかにそれやったら。出ないし、当たんないかっていう。そうですよね。もう一回で綺麗に出すよりもちゃんと手を位置フィニッシュいい位置持ってくることだけ考えて打ってみてください。はい。おお。今ちゃんと左にこう、ね、乗ってる。手はちょっと怪しかったけど、体は左に乗ってくるできたから、多分前に飛んだのかな。左に体も回ってくる。あ、体の動きはいいんだけど、これはすごい。これなんでこういうことが起きるかっていうと、こう、構えは結構。いいじゃないですか普通に。でもまあちょっとハンドレートがすごい強いタイプなんで、うん、まあ言ってもちょっと徐々に直してるけど、はい、少しこう入ってくると結構フェースの向きが上向いてるんですね、はい、その状態でもうこういう風に使うと、あ出ちゃったけど急激にフェースが真上に向くから、はい、こうなんていうの、その辺に球が上がってということが起きるんですよ、はい、こうだるま落としみたいなね、みたいな感じだから、深く入ったけど、しっかり この位置で手が持ってくれきたい。でもこういう人結構多いと思いません、ね、うん、なんかよく見る。どうしてもこう出そう出そう、はい、しっかりこういっちゃうのか。この左腕もこうあんまり突っ張りすぎるとこう刺さっちゃうので、はい、こう柔らかく使って。バンカーは本当に脱力が超大事です。はい、腕も手も肘も、はい、もう本当。え、これ直しました？うん、こうなんかこう結構下から握ってるから多分こういう風な使い方のやつ。はい、さっきめっちゃこうなるじゃないですか。はい、ちょっと真上から握ってもらいますか。あ、ちょっとやりすぎだけど。左手も少し左手。あ、そうそうそう。あ、いいですね、いいですね。おお、いい、いい、いい。そういう感じね。あと、だんだんもう、すっごい、もう左の。あっち向いてるんで、ちゃんとピンの方向。お、いいですね。オッケーオッケー。リラックス。今のはこう入るところがね、左突っ込んだからビクッとしてる。ドキッとしますよね、あの音ね。うん、運ぶ感じ、フォローで。はい、手の位置、ちょっとやっぱ内側入ってきます。そうそうそう。左だ。肘リラックスして、そうそうそう。うんうんうん。まだ力感としてはいいですね。こうインパクトで絶対終わらない。はい、インパクトからフォローにかけて。しっかり。そう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 。いい。こっちの運動量が大きくて、ダンってここでフィニッシュ終わっちゃうから、8で2ぐらいになっちゃうんですけど。3で7ぐらいの練習、そう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 で、打つじゃなくてこう、はい、運ぶとか飛ばすとかそういうイメージをこう養う練習、はい、バースがちゃんと使えてればそれで飛んでくれるから、はい、リラックス。まあ出なくてもとりあえずはいいです。はい、気持ちいいですね。今で良かったですね。ねえ、良かったですね。やればできる。そうか。ちゃんと動きがちゃんとできればできるんですよ。だからこう、はい、でわわわわってなるんじゃなくて、あ、今のはこう例えばこう癖だから、はい、あ、こうなっちゃったからこうなったんだとか、はい、ホームランの時はこう上が突っ込んだからとか、こう開きが甘かったとか、はい、ちゃんとテンパらないように、ちゃんといい動きができればちゃんと出るから。はいはい、もう一回さっきのイメージで。うん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 。少しずつね。はい、このドスンっていうのが少なくなってきてるから。綺麗に飛んだ。頑張りましたね今ね。今なんとかね。なんとか。まあね、一気にもう超綺麗になってもうやらせかって思われるから。本当このぐらいの時間だったら本当にちょっとずつちょっとずつ良くなるってぐらいでまあ。で、こうならないの注意ですね。こう前傾がこう。それこうどっちかというとこうもう棒立ちぐらい。このくらいじゃない出そうじゃないですか。はいこうだと出なそうだな。はい。そうそうそう。でもし遠くと感じたら近く立ってあげていいんですけど。はい、そうそうそう。うん、おーナイス。ぽくなってきました。いいですね。ぽくなってきました。おー。来た。来た。これ状態もありますね。きっとね。うち。体じゃないんだ。もう打たないよって感じ。上はもう君のこと打たないよみたいな上にいたらいいかも。いい感じ。飛ばせてますね。運べてる。打つじゃなくて。はいいい。ラストいい。やった。どうですか。そんな感じですか。力を抜くことが大事だっていうのが。皆さんに教えてあげてください。力を抜きましょう。バンカーで。私が教えたらそれだけじゃないんだけど。でも感じ的にはやっぱ。感じ的にはそこですね。あとグリップとアドレスと構えとイメージを。イメージはボールを打つじゃなくてボールを優しく運ぶイメージ。でも全然出ます。あと結構これね結構課題ですね。注意です。これはやっぱまだ全然登りきってないんで、まあでもバンカーでからまだ許される動きではあるっちゃあるんですけど、やっぱなりすぎるとさっきみたいに出ないとかなっちゃうので、そこはもう自分の中で癖だなっていつも思って。今日はできる範囲ではだいぶ良くなったと思いますが、ね、ありがとうございます。はい、というわけで今回はバンカーレッスンをしたわけなんですけれども、瀧本さん、別名さそりさんはちょっと今回はそうこの手の使い方が私的には直しきれなかったかなって思うんですけど、まあ、こういう方多いので、ぜひこういう使い方は直してもらって、あとやっぱ構えですごい良くなりましたね、今回は。バウンスを使うっていう皆さんのすごいテーマだと思うんですけど、それの一つはやっぱりしっかりいい構えができていることと、まあ、そのさっき砂を飛ばす練習とかもやってもらったと思うんですけど、そのフェースの使い方が大事だと思うので、まあ、ちょっとそうですね、難しいとこもあるかもしれないですけど、ぜひチャレンジしてみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。